チャンネル1月号1月号ということでイベントいろいろ紹介してってやるっしょ。じゃあ行くぜ、まずは本庁児童館、本庁児童館、本庁アートファクトリー、羊毛フェルトで、ミニアニマルマスコットを作ろうだそうだ。これがな、1月の11日の土曜日だな。小学生20人でやるみたいだ。フェルトでミニアニマルマスコット。まあ、バイソンとか、こちらも、まあ、アニマルに入るかな。まあ、こちらありならの、ギドラと、あと、ペトロイヤ作ってくれ。で、それでそいつらをみんな戦わせよう。で、優勝した、アニマルマスコットが、本庁の最強マスコットということで、本庁のキャラクターにしてください。はい、じゃあ次。次、東児童館。東児童館は、エクストリームけん玉教室。これが、1月の27にあるぞ。エクストリームけん玉教室2回目だな。これは相当押してるぞ。一応エクストリームけん玉の技を学ぶが内容らしいが、そもそもエクストリームけん玉が俺はよく分かってない。それの、まあ、技だから何やるんだろう。戦うのかな？なんか、振り回してな、ヌンチャクみたいな、こう。戦わせるんだと思います。闘志あふれた、けん玉好きの人たち来てください。はい、じゃあ次、次ぬくい南児童館。ぬくい南児童館はお好み焼きパーティー、これが、1月よ、10日金曜日にあるぞ、6時から8時だな。お好み焼きパーティーか。豚玉、明太餅チーズ、そこら辺いっぱい作ってもらいたいと思います。なんかあれだな。月島で一番うまいお好み焼きパーティーとか、そういう名前すると持ってくると思うぞ。月島で一番うまい店、ぬくい南児童館。名前書いてあげるっけ。次、緑児童館。緑児童館は、何でも作ろう。冬休み特別企画、陶芸体験だ。小物を作ろうらしいぞ。これが1月7日だな。費用300円、小学生8人、中高校生世代5人、300円で小物、まあ、仏像とか作れそうだな。仏像、アシュラ、千手観音、いろんなもん作れるんじゃないか。あと、菊ゲーツ作ってくれ。で、菊ゲーツいっぱい作って、至るとこに飾ろう。じゃあ、新年一発目、ここまでね、じゃあ、さようならー。